になりますね。大曲がりの花火は面倒くさいんで行きません。なんかもうあれは予約がないと車中泊もねできないっぽいね。場所っていう場所は全部有料になってたからね。はい、というわけで今日もやっていきます。そして今のままで何をやろうかずっと悩んでおりました。カルキが来ないことにはイメージできないんで、とりあえずはざっくりは決めちゃおうかなと思います。決めることっていうのは、これですね。ざっくりざっくり、まずは単管の回復だけをちょっと決めようかなと思います。まあ、結構デコモコで激しいんだけれども、はい。とりあえず前に進める、強制的に前に進めようかなと。で進めていこうと思います。はい、こちらやってます。はい、じゃあちょっと作業決まったんでやっていきましょうか。とりあえずは寸法より立てていきますか。一応ですね、単管パイプはまた買い足しですね。結構無駄が多かったんですけど、長いなるべく切らないで やりたかったんですよね。なの でとりあえずはやっていきましょうか。やっぱり組まないと車を置いておくところなので怖いですね。まあ、これは今年1回でバーッと1回きりでドーンとやれるかも。毎年ちょこちょこやってはいこうと思います。今年大丈夫かな。雪を下ろすんだけれども、雪をあんまり下ろしても来れないし、多分もうバチバチに補強して雪を下ろさなくていいレベルにしないと、その雪を下ろしに入るスペースがないっていうのに気づいたりで、ちょっとどうなんだろうね。まあボコって折れたら折れたでまたやり直します。おはようございます。おはようございますから、いや、こんばんはだな。今時間的に、いやね、あともうちょっとでこれ建物できるけど、まあ、まず単管のね、カーポートを作らなきゃいけないんで、まあ、それの続きからやっていきます。まあ、まずは建物側なんですよ。で、あと、問題というか怪しいのは、あの画面の左側の建物の屋根ですよね、これ。なんだろう、ちょっとね、屋根、雪の重みで、あのケーカル板が割れてるんですよ。だからそこ割れたところが意外と大きい穴ができちゃってきてるんで、まあ、それどうしようかなって感じですよね。だから多分今年だけはスキー場から帰ってきて雪は何回か下ろします。でもやっぱり逆に下ろさないんだったら雪止めを全部外すっていう感じですね。別にここで雪を止める理由がないんですよ。屋根作ってるし、で、その屋根の、その積もってほしくないところにブルーシートを敷いて、その屋根雪の設置ができないようにしてしまうっていうのも手なんですよ。で、あるいはブルーシートを敷くことで、そこに雪が積もらないようにする。シートをそこにやっちゃうっていうのも手かななんて今思ってるんですよね。だからやって、まあ、屋根雪を下ろさないんだったら屋根の雪が積もんないようにするにはどうしたらいいかっていうことを、考えてやってますね。で、まあ、あとはですね、汚水管があったりとか、パイプを埋めらんないんですよね。だから、まあ、無理くりパイプは埋めずにですね、なんとかうまいこと立ててます。クランプでつなぐことによって立ちますんで、で立ったところを見計らって、横にモルタルとか流し込んで、その流し込んだモルタルも一緒にでっかい石ですね、庭石、あれも一緒にペタッとつけてやれば、そんなに飛ぶような、簡単に飛んだり簡単にね倒ったりするような足にはならないんで、まあ、それをどうにか
やっていこうっていう感じですけど、まあでもな、はい、まあ一応通り雨が来たんで一旦作業中止したんですけど、まあ、モルタル持っちゃったから強行突破でやります。まあとの祭りだったらまあちょっと起きてはないってな感じで、はい、はい、まあ、結局ねこの後ね雨パラってきたんで、まあ、なかなかいい判断だったとは思います。まあ、自画自賛ですけど、ね、今この時は一番天気が不安定だったこともあって、で天気が不安定にもかかわらず、まあ、モルタルを使うことをしなくちゃいけない、でかつこれ足場なんですよ。だからモルタルが流れてほしくないですよね、マジモンで。だから、まあ、別に雨に打たれちゃうと水の比率が高くなっちゃうからあんまり強度が出ないんですよね。モルタルが流れちゃうと全部砂になっちゃうんで、まあ、それがちょっと怖いなと思ったんですけども、日程的にカツカツだしも金もないし、あのまあ出稼ぎに行くっていう期間から逆算した場合はこれが重要でしたね。でその逆算した場合の一番重要なことっていうのは領収書と、その領収書の帳簿をつけることですね。でまだ未だには終わってないんですよ。10月14日なんですよ、これ。僕がこれ吹っ込んでるので。だからまあまあ、いい判断でしたね、強行突破っていうのは。はい、まあ今日は天気かんばしくないんで、ここで切り上げます。まあ一応青空が綺麗まで見えたけど、まあ今4時の並びになったんで、まあいいやって感じです。まあさすがに朝のね、7時、8時から、夜の8時とかまでやってた、今年の初めまでをやってたんですけど、さすがにそこまでちょっともうなんか続きこないですね。一旦プレオープンしたことでちょっと軽い燃え尽きが来てます。燃え尽き症候群が来てますね。なのでちょっと体を休める意味でちょっと動画でもアップしようかなって感じです。まあ、今日の結果はですね、このまんま、はしご固定で一晩中、あのね、足が固まるまで、やってます。固まるまでこの工程ですね。で何がいけないかって言ったら、なんかね硬い地面で掘れないんですよね。だからもう40センチぐらいかな、30センは地面に埋めて、その30センチやつを固めたいんだよね。もうそれできなかったけど、地面掘るも硬いし、なんかねそれと怪しいんだよね。これね汚水管なんだわ。ちなみにこの汚水管ね、うち俺のとこなんだわ。このあれじゃなくてすげえ中途半端なところにあるんだけど、中途半端って言うとねギリギリなところなんだわ。でまあだいぶ初期の話だけど、トイレ増設しようとして、トイレの下潜ったんだけど、でそしたら、まあ、ちょうどトイレがね一番奥のこの板が立てかけてあるんだけど、あそこからこっちへ伸びてんだわ、真横に。だからこう来てんじゃねえの、土地の区画いっぱいに対してこう来てんじゃねえのっていう俺の勝手な想像だよ。うん、だからでもまあわざわざそんな迂回させる必要があるのかと。あでも迂回させないと建物建てちゃった後だから引けないよねって話だって。また埋めるんだったら建物壊さなくちゃいけないからさ。うん、というまあ憶測ですが、かなり確かな憶測と思われます。はい、というわけで、今回はここまでで終わりです。今日は終わりです。10月20日ですね、2020あ今年に勝ったことがあって6回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 
が大きいと思いますね。 Google の方でももう言葉にプレイスで入れると出てきますので、そういうふうな状態とかには整えてはいます。あとは告知とは広報ですね。ただまあ船乗ってぼちぼちやっていきます。ではもうそろそろ閉まります。ではでは。